早弁です。秋田県県北藤里からですが、こちらね、ガリオの滝というのがあるそうなので行ってみましょう。それとももう見えてるんですけれどもね、駐車場を止めて本当にすぐですね、白神山地ガリオの滝。滝の高さは12メートルだから調子の滝よりはちょっと低いね。ほう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 、白石二段と呼ばれる滝があるんだ。なるほどね。ちょっと見てみましょう。ガリオの滝高さ12メートル。ああ、ここも不動産があるな。不動産があるね。結構整備されてて、すぐに滝の向こうまで行けますね。まあ、調子の滝じゃないですけどね。ああ、だから、そうだな、これね。ここまで、多分あれか、こういう時はこう回って見ることができるんでしょうね。ああ、だからこれもこれで、綺麗ですね。こう、真上からバーッと落ちてくるだけじゃなくて、こう、岩岩に当たりながらね、細かくこう、しぶきが立って、確かに白い糸のようなね、感じの滝になるんですね。ここもね、流れ落ちるか、あの滝の、こう、マイナスイオンというかね、そういうのを感じることができるところですね。ここも癒しのスポットですね。いやこういうのってまた綺麗なんですよね。行きたいと思います。ということでね、阿部でした。ご視聴ありがとうございました。